皆様こんばんは。ゲミュトゥルヒにつれつれトーク、バイオリニストの阿部敦子です。いかがお過ごしですか？今日関東も梅雨入りをしたそうです。2週間ほど平年より遅かったということですが、実は今日中にこれを録音させていただいております。外はとても激しい雨が降っていますので、もしかしたら雨音がお耳障りかもしれませんが、お許しください。雨が降るとやっぱり今咲いているアジサイたちはとても色鮮やかに見えて、カンカンデリの晴れの時のアジサイよりやっぱりしっくりときますよね。でもちょっと今日はさすがにアジサイを眺めに外に出るのは気が引けるくらいの大雨です。昨日は実は私事でからお話が始まって申し訳ないのですけれども、私の娘が、出演しておりました舞台千と千尋の神隠しが国内ツアーの大仙集落を迎えました。母親としてはこの稽古が始まってまるまる6ヶ月半年という長い期間を本当に全力疾走している娘を見ていて、まず健康であれ、そして怪我なく走り切っておくれと思っておりました。そしてもちろん娘だけではなくカンパニー自体が最後まで、走り抜けてくれることを日々本当に毎日毎食祈っておりました。まだロンドン公演の方は続いているということで、そちらもねもう大成功を収めているようですよね。8月のロンドン大仙集落まで、素晴らしい舞台が続くことを祈りこれからも祈り続けようかと思っておりますが、まずは国内ツアーが終わりました。私昨日は、マチネとソワレ2回を、配信で見させていただきました。もちろん主人も一緒に、それから母もみんなでこう、はあ、終わるなって、感慨深い思いをしながら見させていただきました。帝国劇場で始まった3月に始まったこの日本チームの人たちがものすごい大進化を遂げられていて、本当に素晴らしくいい舞台を見せてもらったな、そしてやっぱりこの作品自体が素晴らしいなと思いました。知り合いの方からも配信見ましたよということで嬉しい感想をお聞かせいただいて、やっぱりその作品というものが持っている力、素晴らしさっていうのにその方も感動していらっしゃいましたし、それぞれのキャストさんたちがマンパワーで、なさっていることを本当に見ていても、それが実際の舞台を見に行けなかったから今回はですね、何でしょう、画面上で配信を見ても伝わってくるものがありました。舞台というのは本当に私は音楽ですから、前々回とこうお話をしているようにパートナーあって、その人数が増えるとっていうお話も先週はさせていただきましたが、その関わり合いの中で生まれてくるもの、お客様から得るもの、その日のいろんなもので変化を遂げるものだと本当に思ってます。よく舞台は生き物と言いますけれども、昨日もまさしくそのことを感じさせていただきました。というのもキャストさんがメインのキャストの中で千尋役の方がマチネとソワレでは、マチネの方は可愛いリナちゃん、そして、ソワレの方は福地桃子ちゃんが、千尋をなさって、そして、湯婆婆さんもマチネの方は花明さん、そして後半はソワレの方は、パクロミさんと、そこでこうメインキャストがこう入れ替わったわけですよね。ほんのお二人です。でも、そこで生まれる空気感というのがここまでその舞台全体を変えていく、テンポ感、それから不思議なことに、この舞台は生のオーケストラも裏の
上の方で演奏してくださってるわけですが、そういうテンポ感も変わってくる。何かそれすらも、その空気感すらも映像の中から感じ取ることができて、それはああやっぱり生物だなと思うことを改めて感じました。本当に、札幌のひたるという札幌芸術劇場でしたっけ、は2300人キャパぐらいの大劇場ですけれども、そこでなんて言うんでしょう、熱い皆さんの思い、観客がの方々がみんな受けたその思いも一緒に我が家で一生懸命手を叩きました。ちょうどですね、去年の5月の終わりに娘と親子旅ちょうど1年ちょっと前になりますけれども、このラジオでもお話しさせていただきました。初めて の娘との2人旅、そして初めて、生まれて初めてのライブを見に行くんです、聞きに行きましたなんてこのラジオでお話しましたが、そのライブを聞きに行ったのもそのひたるだったので、あの席なんて思いながら、その時の感動もまた改めて思い起こしながら、楽しい、豊かな感無量の時間を、過ごさせてもらいました。舞台がそのいろいろな関わり合いの中で何か不思議なエネルギーを発して何かが起きてしまうというお話は、これまでもこのラジオでいっぱいさせてきていただいておりますけれども、今申し上げたように、その配信というか映像であっても、配信はね、もう本当に最近ライブで見れるんですから、すごいことですよね。ライブ配信というものが最近ではありますが、コロナ禍とっても多く増えましたよね。ではありますが、そうではなくて過去に行われたものを映像で見れる、DVD や、ブルーレイ、そしてテレビなどで見れる、その中でもその奇跡的に何かが起きた舞台というのは、昔で言えばブラウン管を通してでも感じるものがあるなというのを、ちょうど実は何をお話ししようかなって、こう大体思いつく時にこうメモをしているんですけれども、そのこのお話をしようと思っていたタイミングがちょうど昨日娘のその舞台と重なりましたので、今日はその話をしようと思うんですが、ちょっとしばらく前です。そんなに1ヶ月も経ってないと思うんですが、あらどうだったかな、テレビでですね、とてもとても素晴らしい舞台を、見せてもらいました。これ私はいろんな家の事情というんでしょうか、やっぱりライブでその時にライブって変ですね、テレビ番組のテレビ放送そのものを見る時間っていうのは難しいことがありますので、録画をして、そしてあるタイミングで見たいと思っているものを見るんですが、私はそれをこうチェックすることが、こういう番組がある、ああいう番組があるっていうのはもう本当に全部主人に任せちゃってあるもんですから、そしたらこの間ちょっと家のことを片付けてたら、ひょいって主人がね、つけてくれたんです、しばらく前に録画してくれていたものを。でそれはミラノスカラ座のトスカでした。私自身はオペラをそんなに好んで見る方ではありません。特に最近のものはとても警戒してしまうことが多くてですね、もう新しい演出、それは必要だと思います。新しい挑戦、新しい技術を使ったもの、例えばプロジェクションマッピングとか、いろんなこと、そういうものは必要であると思います。演出家がこうして世の中で新しい作品を作っていく以上ね。でもどのくらい前からでしょうか、私たちがまだミュンヘンにいたくらいからそういう傾向が始まっていったので、何とも言えませんけれども、ちょっとねってこうがっかりする演出っていうのは多かったんです。これは本当に
ごめんなさい、人によります。きっとこういう挑戦的なものを実験的なものとして面白くご覧になられる方も、そしてその中で新しい古いそのオペラなり作品が新しくなるということに興味を持たれる方もいらっしゃるので、否定するものではありません。本当にこれは好みでだと思います。私はちょっと苦手なんです、そういうのが。で、実際にこうだいぶ前にもなりますが、ウィーンのオペラ劇場などでもその動物の血液をこう演者が、かぶって何かこう演じたりっていうことで、演者さんの方でもストライキが起きたりとか、もう本当にいろんなことが過去にもありましたよね。だから本当ちょっと警戒するんです。でもその主人がポンってつけてくれたトスカ、もうねどうかなりそうなほど素晴らしかったです。で、それは2019年20年のシーズンの幕開け公演だったということで、ブルーレイにもでも販売されておりました。で、本当にですね、全てやっていたことを手放して座ることも忘れてというくらいに見入りました。で、それはもちろん歌い手さんとしてのカバラ同士のフランチェスコ・メーリというテノールの方、それからリッカルド・シャイーがね指揮者だったんですけれども、もちろんその演じていらっしゃる方たちの技量の素晴らしさもあると思うんですが、それらがこう総合的に何か魔法を起こしてしまっている素晴らしい舞台でした。で、それこそですね、プロジェクションマッピングも使っていての演出でしたので、新しい演出のものでしたが、くっきづけになりました。もうこうなんでしょうね、テレビを通しても本当にまさに伝わる、あれをもしライブでスカラ座で、見聞きしていたならば、どうなってたんだろう自分は、もしかしたらもう立てなかったかもしれないくらいに感動しました。その奇跡の舞台とか伝説の舞台とかっていうことが、時に言われて、それがずっと後々後世まで伝わるっていうことってありますよね。まさにそんな舞台だったんではないかなと思いました。で、こういったふとテレビがついて、そこで釘付けになってしまって、映像を通しても足を止めてしまった、時間をそこからストップさせたように見入ってしまったということは、過去にも他の作品でありまして、一つにはレ・ミゼラブルの20周年記念コンサート、本当に一夜限りのコンサート、これもテレビで偶然やっていて、さあ出かけようっていう時だったんです、家族で。ところがもういいやになってしまった、誰にも何もそこで顔を見合わせも言葉も発しませんでしたけれども、ほぼ立ったまま見続けました。それも本当に奇跡の舞台でした。それは後に私はブルーレイを購入しました。本当に素晴らしかった。それとかあとは英国ロイヤルバレエの2011年に新しく作られた作品ですね、バレエの作品で不思議の国のアリス、これも同じように立ち止まってしまった、何かが起きているっていう舞台映像でした。本当にこうして私はライブというものを大事にしてるし、実際に先ほどももしミラノ座でこれを見ていたならっていうように実際に行っていて感動した舞台というもの、これは絶対歴史的、今何かが起きてるような、何かが起きちゃっ
ってるような起きちゃってるというのはもうその、うん、あまりにも奇跡的すぎてそういう言葉を使いたくなるような舞台というのは見もしましたし、そして自分自身もそこまで今申し上げているような大変な舞台ではないけれども、小さな私の小さなコンサートであっても大きいで、それを実際に自分自身が感動で打ち震えるような何かを感じる奇跡の舞台というものが過去にもありました。そう、一つその大きな舞台としてはミュンヘンで2007年の1月ですね、1月4日、これは忘れません。1月4日に、ミュンヘンの国立シュターツオーパー国立劇場でロミオとジュリエットクランコ版のこれを見ました。まだ娘が5年生だったか、まだ5年生になるちょっと前だったか、4年生だったか、ちょっとそこをはっきりわからないですが、そう計算すればわかりますけれども、まあまだ子供だった、まだバレエにもう夢中だった娘と一緒に行った舞台、そこでも本当に何かが起きていました。あれはこういう舞台というのは一生忘れませんね。何がそうさせるのか、それぞれの皆様が、そして、会場の皆様が作る、私は時々粒子がねって何かこう粒子がこうそのホールの中にこうパーッと広がっていく、それが満ち満ちて、そしてもうそのホールいっぱい、もうキャパシティを超えたくらいに密度がその粒子でいっぱいになる、光を伴って、そんな時にそういうものが起きるんじゃないか。じゃあその粒子って何って分かんないけれども、昨日の舞台もそんなものがあったんじゃないかと私は感じました。一生にこれからまだ先そういう舞台に出会えるか、それが出会えないか分かりませんが、できるだけ今まで得たその素晴らしい記憶、素晴らしい感動を忘れずに、そしてまたそのような感動的な舞台を、に出会えるように日々自分自身も研鑽して、自分もそのような舞台を作れたらと思いますし、それを受け止める自分のセンサーを磨いておきたいなって、そんな風に思いました。はい、今日も皆様お耳を傾けてくださってありがとうございました。それでは皆様、また来週。阿部敦子のゲミュートリヒにつれつれトークでした。